よいしょ。こんにちは、ナビカズです。本日も動画の方をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今日のこの動画ではナビカズの簡単クッキングバターチキンカレーを作っていきたいと思います。やっていきましょう。レッツゴー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 さあ、ということでね、まだまだ自宅待機する時間かなり皆様ね多いと思います。で、自炊をねしたことない男の子、まあ自炊したことない女の子、自炊をねこれからしてみたいって人に向けて簡単に作れるバターチキンカレーやっていきたいと思います。バターチキンカレーのレシピってね、いろいろ難しいレシピとかも結構手がかかるようなね、レシピ多いんですけど、今日はもう一番簡単にできるやつ僕も作ってみたいと思います。僕もね今日初めて作るんで皆さんと一緒にやっていきたいと思います。それではやってまいりましょう。はい、今日の材料はこちらになります。ヨーグルトを先にこのね鶏肉を20分ほどヨーグルト、ニンニク、生姜をつけたものでつけていって、味をつけて玉ねぎをみじん切りして、で、これは冷凍のご飯ですね。これはチンしていきます。で、鶏ガラスープの素がなかったので、ね、この塩だれで代用します。で、牛乳で、この辺のね、ガーリック、クミンシード、クミン、ガラムマサラ、コリアンダー、シナモン、でもこの純カリー粉っていうこの中村のカリー粉あれば1個で OK なんだけど、適当に揃えてみました。あとは塩ですね。あとガーリック、これでやっていきましょう。レッツゴー。さあ、まずやっていくあるよ。まずは鶏肉、これ全部使うあるからね。鶏肉に生姜とニンニク、そしてヨーグルトを混ぜてもみもみしていくよ。よし、ジップロック買った。ジップロックに入れていきます。いや、久しぶりにバターチキンカレー作るかな。さっき初めてって言ったんだけど、一応一回昔に作ったことがねございます。はい、ニンニク全部入れちゃいますと。で、ここにニンニク、これ適当でいいですね。生姜、これも適当にギューンと入れちゃいましょう。そこにカレー粉大さじ2、これもね結構適当でいいかな。もうこういうスプーンで結構バッサリ入れちゃいます。入れすぎか、このぐらいでいいかな。このカレー粉のね、中村屋のカレー粉にウコン、コリアンダー、アニス、ククミ、メチ、赤唐辛子、シナモン、いろいろ入ってるからこれだけでもいいんだけど、まあ一応ちょっと入れとこうかな。適当に入れます。もう雰囲気です。これ、この辺はフィーリング大事だからね。ヨーグルト、まあ、ヨーグルトは砂糖が入ってないやつだったらねいいと思うんで、これも適当に大さじ3ぐらいいっとくか。 OK。 これをジップロックで閉じていく。ジップロック、閉じます。空気は抜いてね。そして、ここに入れたやつを、ひっくり返す。もみ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 。もみ込んでゆく。もみ込んでゆく。もみもみもみ込み、もみ込み。ヨーグルト入れるとまろやかなるよ。もう適当に混ぜてく。OK。はい、これでね、冷蔵庫で20分置いていきます。鶏肉に味をつけてる間にこれはねチンしていきましょう。まあ、まだチンはしないとこ、玉ねぎを切っていきます。今日はこの包丁を使っていきます。今日使う玉ねぎは
半分でございます。せいや半分使っていく。玉ねぎをみじん切りしていきます。みじん切りの仕方はこんな感じかな。しびる目が目がラピュタのラピュタのネタね。はいはいはい、こんな感じでちょっとね細かくみじん切りしていきます。みじん切りぐらいはね皆さん頑張って。うわ目しびる、目がしびる。おやじにも目をしみられたくないのに。 OK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  まあ適当でいいっすね。ちょっと細かすぎないぐらいの歯応えがあるぐらいでいいかな。あ目がめっちゃ涙出る。 OK。このバターチキンカレーね、切り刻むのほんとこの玉ねぎぐらいだからめっちゃ簡単。まあ、鶏肉今日切れてるやつ使ったんでね、切れてるやつ使った方が初心者の方にはおすすめでごわすよ。さあ今日はねこのストーブのおしゃれ鍋使ってやっていきます。まずここにねオリーブオイルを引いていきます。適当でいいかな。そこにまたねちょっとこれなんとなく適当に適当に入れていきます。とりあえず全体的に入れていこう。火をかけていきます。バターは今日は2個大胆にね入れていきます。そして今日飲んでいるドリンクはこちら。皆さん何か分かりますか？ただ、まあ、抹茶じゃないですよ。カルア抹茶でございます。あぶれ入っちゃったことカルア抹茶で酒を飲んでいく。今日はねヘベレケクッキングではないんで酔わないぐらいで軽く飲んでいきましょう。さて皆様おうち時間どうお過ごしですか？友達とかに結構聞くとね料理の腕が上がったってやつがすごいたくさんいて、僕もそんなこんなで料理動画作ってみたいとねまた思いました。ぜひね参考にしてみて作ってみてください。はい、バターが大体溶けたらここにさっき切った玉ねぎを全部入れていきます。はーい、料理っていいですよね。料理できた方が絶対ねいいと思います。男の人もモテると思うんですよね料理できる方が。僕は全くモテないんですけど、今このモテっていうのもねなかなかコロナの影響で人と会えないので、モテるっていうのがなかなかねオンライン飲みでモテるようにならないといけないのかな。玉ねぎをしっかり炒めていきます。しっかりと玉ねぎがね飴色になるまで炒めていきます。さあ今日は何の歌でいきましょうかね。リクエストはそうだな、何がいいかな。星野源とかいきましょうか。ファミリーソング、ファミリーソング、どんなだったっけ。タラララタレー、あこれはポップウイルスかな。君を愛してるたまれ
炒めてゆくよゆくよ。玉ねぎがね全然切れてないやつがあるけれど気にしない。さあこれぐらいしんなりしてきたら、ここにさっき味をつけたチキンとホールトマトを入れていく。さあ入れていくぞ。さっきのチキンをこいつだ、レッツゴー。チキンたちを鍋の中へ飛び立つのだ。うわいい匂い、めっちゃいい匂いする。ソースをねしっかりと入れていきましょう。ちょっとこのジップロックでかすぎた、焦げつかないようにねしっかりと炒めて、ちょっと鶏肉をね軽く炒めましょう。塩はマジックソルトを使っていこう。塩を少々。胡椒も少々。そしてこのホール粉を入れていく。さあこのホール缶をぶち込みます。うん、一気になんか料理っぽくなってきたよ。わあいい匂いだぜ、いい匂いがするぜ、いい匂いするぜぜ。水も入れます。復習しますと、まず玉ねぎ炒めたところにさっき味付けしたチキンを入れて、塩コショウを入れてホール缶を入れました。それだけです。それで少し炒めて煮込んで、グツグツしてきたらそのまま15分煮込んでいきたいと思います。煮込んでいくよ。OK OK OK。ここにね、ちょっと 味をね、鶏ガラスープ入れるの多いんですけど、なかったんで、塩だれをちょっと隠し味で入れておきましょう。うん、いいね。いい感じになりそうだ。いい感じになりそうだ。この戦争を終わらせに来た。シャア・アズマル。あ、これはシャアじゃないか。シャンクスでした。さあ蓋を閉めましょうね。うん、おしゃれなお鍋です。さあ15分が経ちました。蓋をオープン。いい感じだ。これをね、水気を飛ばすためにこのまま水気を飛ばしていきます。鍋のね、底のこびりつきをちょっと取っていきます。さあその間に米をチンしていきます。
コメチーシティックあるよ。ここからこやつを15分間煮込んでいく。水気を15分かけて飛ばしていきます。めっちゃ跳ねてる、汚れちゃうよ。さあこれで大体水気がとだあるよ。ここに牛乳入れて混ぜ混ぜして、それでご飯の上にかけたら完成あるね。 OK、 15分経ちました。トータル30分。そしてこの牛乳を大さじ4杯分ですね、入れていきます。うん、 OK、 混ぜていく。混ぜ混ぜする、ある、混ぜ混ぜする、混ぜ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 、うまそうだ。もうすでにお腹が空いてから約1時間は経っている。お腹ペコペコペコリーノ。完成です。よいしょ。さあ温まったご飯をここに乗せていきます。ご飯ちょっと少なかったかな、仕方ね。 OK、ない、ない。あれどこ行った？お玉。お玉。さあできたカレー、よそっていくわよ。さてさて、よそっていく。これ一応バターチキンカレーのつもりなんだけど、全然バターチキンカレーっぽくないあるね。ちょっと作り方失敗しちゃったかもしれないよ。牛乳ちょっと足りなかったかもね。もうちょっと入れてもいいかもしれないよ。さあ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 、さて、よいしょ。それでは全ての食材に感謝を込めていただきます。どうかな、いただきます。うまい。バターチキンカレーなのかな、これ。バターチキンカレーっぽいカレーなりました。うん、おいしいよこれ。さあ今回のねレシピバターチキンカレーだったんですけども、なんかバターチキンカレーっぽくなかったんだけど、何が原因かは分かりません。まあぜひね皆さんも挑戦してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。それではアリー。